私のね、友達とよくいろんな話しながら通るんだけど、でたまたま怖いよ、車なんてお前いろんな顔までしたなんかしてね、追われたとかで、ね、手が出たなんかすんだよって言ったら、田舎はね、シャレじゃないんだよ、俺本当になったんだよって言うんですよ。何があった、ほらあったんだよ、田舎で参ったよって言うんですよ。で、どういうことかというと、その友達がたまたま町場で遊んで自分の実家帰るんで、その昔からの親しいその自分の先輩とね、仲間でもって帰ろうやってことになって、じゃあ帰ろう帰ろうって、その車で送ってもらったって言うんですよ。で、やっぱり東京来て結構日数経ってますから、田舎も随分変わってるわけで、彼も景色忘れてるわけですよね。で、夜景でも見ようかって言うんで、山の上の人の中でキャーッと言うんですよ。で、ボケーっと景色眺めたの。その時に、こう、ヘッドライトはもちろんつけてるわけですが、なんかこのウィンドウのところ、ふわんとこの物が通ったような気配がしたって言うんですよ。ふんと待った瞬間に、その先輩が、バーッとブレーキを踏んだんで、はーっと待って、急ブレーキで、カーうわーと思って、ボーンって行った時に、ドーンとこう反動があったんですよ。急ブレーキで前行ったんじゃなくて、なんか、その急ブレーキの後にドーンってぶっかけたような音がした。いけねえ、やったーって、先輩飛び出ちゃった。自分も降りてた。見た。車の前は何の傷もない。誰もいないんだ。どうした今、なんかぶっかたって言ったら、先輩が、跳ねたかしんない。なんかいたんだよ、今。跳ねたかしんないって言うんだよね。狸か、狐か、犬かって言って、そういうんじゃない、もっとでっけえもんだったよ。俺人間だってみたいな気がするんだけどって。飛ばしたかって。飛んだんじゃないか、ちょっと見てくれって。彼も真剣です、こうなっちゃうとね。飛んだかしんないって言うから、もう無我夢中で回ってた。後にも先にも車一台も来ない。自分らの車だっけ。懐中電灯もない。しょうがないから立ち上がるですよね。怖いですよ、これは。それでドテッピカなんて何にもない。アウトすれば、ちょうどその、あるとすれば、ちょうど崖っぷちにある、この縦看板みたいなの。これぐらいのもんなんです。掲示板みたいなやつ。あと何にもない。その人、これねえぞって。ないねえって。だけどやっぱりこう見てみると、車はへっこんだとこないし、何の気もない。でもさっきはすごい勢いでドーンとね、自分が押されたような気がしたから、俺絶対引いたと思ったけど。で、その先輩も、いや、俺もやっぱりやってなきゃするんだよなぁ。でも、人間飛ぶったってね、血も一つも立ってないし、何にもないんだから、これ、どうしようもないなって。じゃあどうしようか。これ、警察で言ってもしょうがないかって。警察でもしょうがないだろうなぁ。言ってみるか、どうしようかって。なしろ、じゃあ、これが一旦帰って、血が上がったら一番で来るじゃないかって。そうしようか。そしたら、自習だ。根性を決めて、狙えなかったって言うんですよ。日が上がったんで、二人で、恐る恐るやってきたわけですよね、車で。この辺かって、この辺だな。その、ちょうど山側を大きくカーブで入り込んで、下り崖になっているところの道へ来たわけですよね。これ登ってちょうど下りかかったことによって急ブレーキだってな。そうそう、景色が上がった、この辺だよな。で、車止めた。周りを見たけども、何の気配もない。何にもないんです。これ絶対誰もいないよって。じゃあ昨日俺たちって何ぶっかったんだろうなって言いながら、こっち探し行ったよなって、こっち探し行ったって。ここだよな、こっち探し行った。飛ぶとしたらこっちだよなって。行ったら、昨日の縦看板があったんです。掲示板がね。見たらそこに、紙が貼ってあって、顔がイラストで描いてあったんですけれども、何月何日、だいたい1ヶ月くらい前ですね。ここで、ひき逃げ事故がありましたんですが、犯人と思われる車は、白の乗用車で書いたんです。心当たりの方はご連絡ください。彼が持ってた車ってのは白の国産の乗用車だったんですよね。俺怖くて帰ってきちゃったよって言ってましたよね。叱られた人は女性らしいんですけどね。